ユニクロ U と JW アンダーソンの先行で出てるやつを見に行ってきました。まあ、あれは俺はまあいらないなっていう感じだから、うん、ピーポーピーポーすごいな。今日は何でしょう。今日はユニクロの秋冬の新作の、はいはい、まあ、先行で出てるやつ、うんうん、見に行ってきた。ユニクロ U、うん、ユニクロ U と JW アンダーソンの先行で出てるやつを見に行ってきました。行きました行きましたっていう動画みんなね動画出してたしね。そう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 、うん、ですだからそれをまあ見に行ったんだけど、はい、まあ、結果何も買いませんでした。それは。おう、うん。だけど買ってんだ。そう、見に行ったものではないもので、これはいいだろうっていうのがあったから、うん、それを買った。おう、うん、っていう動画だ。はいはいはい。うん、でまあこれ見たら秋冬、次のその秋冬に向けて、うん、まあ、秋に向けてだよね、うん、こういうアイテムいいんじゃないっていうのがなんかまあ参考になる動画、はいはいはい、っていう感じです。うん、うん、なるほど。だからまあ最後まで見てほしい。うん、そうだね。はい、で何を買ったかと、はい、あ、まあ、何を見てきたからね、何をまず見に行ったか、うん、ユニクロ U の T シャツ、はい、秋冬の先行の T シャツ、ロンティーとかだ、ロンティーとか、うんうん、でまあ、だけどこれは色がなんか変わったのかっていうような感じだったし、うん、まあ、俺は正直ちょっとこれは着ないかな、うん、と思ってまあ買いませんでした、はい、で JW アンダーソンはなんかオーバーサイズのシャツが出てて、うん、でそれをまあ見たんだけど、うん、多分カラーバリエーションが増えたのかな、なんか白とサックスとネイビーとか、うん、だったんだけど、うん、まあ、それも俺これ前もね期待して見に行ったんだけど、オーバーサイズのシャツって聞いたから、はいはいはい、まあ、だけどやっぱり今回も一緒で襟型が良くなるから買いませんでした。襟ね、襟よく言ってるよね。そう、なんか立っちゃってんだよね、ビジネスの襟みたいな感じで、うん、開けた時とかはねあんまりいい感じにならないから、うん、まあ、俺はこれは着ないなと、はいはい、まあ、それは買わなかった、うんうん、で代わりに買ったのがこれ。おう、うん、まあ早速もう見せちゃう。デニム？デニム。うん。ジージャン。おお、ジージャンか。ジージャン。ああ。これね。セカンドタイプ。セカンドだね。うん。やっぱこのジージャンが、うん、本当良くて。はいはい。まあ、すごく、まあ、オーソドックスなそのリーバイスのセカンド型のタイプの G ジャンなんだけど、うん、で俺はこれ、ね、こっちの、まあ、ワンウォッシュのタイプと、うん、あとはまあ、サックスっていうかさ、色を結構落とした加工が入ったやつの2色あって、うん、でもどっちも良かった。正直加工の方もめちゃくちゃ良かった、うん、だけど、まあ、こっちの方がよりまあ、汎用性が高いなと思って、で、あと今ちょっとこう綺麗めな感じの格好するのに、うん、これはすごく使えるなと思ったから、だからこれを買ったんだけど。なるほどね。うん。ではこれね、やっぱまあベーシックなアイテムじゃん。うん、で着やすいし、うん、で普通の多分リーバイスのその昔のねヴィンテージとか買うと、やっぱちょっと着丈がやっぱり短いから着にくかったりするじゃん、うんうん、だけどこれは結構その辺バランスが取れてて、うん、着た時に全然着にくさがなかった。おう、その辺はやっぱユニクロ考えられてて、うん、まあ、結構やっぱねいろんな人に着てもらえるような丈感だったりとか、まあ、その肩周りの髪束だったりとか、うん、まあ、袖の感じとかになってた。うん、だからそういうなんか昔のリーバイスのああいうちょっと着にくさっていうか独特な感じのシルエット感ではなくて、うん、もうすごい着やすい。ジージャンかっこいいけど、うん、なんか着るとちげえなっていうの多いもんね。そうそう、なる場合あるじゃん、うん、見た目とかさ、その加工感とかでも、うわこれすげえかっこいいなとかさ、うん、古着屋とかでもさあるけど、
でもちょっとやっぱ違うなみたいになっちゃったりするじゃん、サイズ感とかね、うん、だけどこれはね、そこが良かった、良かった方からこれを買いました、うん、で、これを買ったんだけど、うん、まあ、そのユニクロの中見てたら、はいはい、今さ、もう夏物とかその春物のさ、うん、もう最終処分みたいな、ワゴンみたいなのあ、はい、うん、で、ああいうとこに入ってたやつで、うん、あ、これも買ったら面白いんじゃないってなって、うん、これも買ったこれパンツ、うん、でこれユニクロ U のワイドフィットテーパードジーンズ、前からあるやつだね、そう、うん、これが1290円安っになってて、うん、でこれさ同じワンウォッシュ同士じゃん、あ、そうだね、でセットアップで着れるじゃんって思って、はいはい、でこれも試着して両方デニムオンデニム、そうデニムオンデニムで、あ、なかなかだね、そうで加工の方も一応両方履いてみたんだけど、うん、履いて、まあ、両方上も着て、うんうん、やったんだけど、散々やったんだけどサイズも、うんうん、まあ、最終サイズはパンツはもう38インチ、38インチ、95センチ、ウエストの太めを買って、うん、で、Gジャンは XL を買いました。ちょっとお互いにルーズな感じ、うん、で着ようかなと。あ、でもこれね、結構テーパードジーンズってやっぱ書いてあるだけあって、結構テーパードが効いてるから、ね、まあ、ウエストとか腰回りは大きくなるんだけど、うん、あの裾がそんなにドカーンって太くならずにシュッと収まるから、結構綺麗な形なの、ね、うん、結構綺麗な感じに収まるから、これはそういう収まりがちゃんと綺麗に太くても、うん、太くてもね、でこれをセットアップで着ようと。おお、うん、そうなんだ、ね、なかなか難しいよねセットアップ、デニムオンデニムは、うんね、なんかあんまりデニムオンデニムで、そのデニムのセットアップとか、うん、ね、最近着てなかったし、そうね、うん、だからね、ちょっといいな、今 G ジャンちょっとトレンドだったりとか、あ、ね、よかったりするから面白い、G ジャンいいなと思って、うん、久しぶりに G ジャン着ようと思って、なるほど、うん、これはね、これ3990円だけど、これはなかなかいいよ、よかった、うん、で、まあ、だからこれをちょっとまあ両方はい、はい、まあ、着てみたら、うん、どんな感じかっていうのをちょっと見てもらって、うん、で、次の動画で、うん、この G ジャンを使い回したコーディネートをやりたいと。あ、そういうことね。で、しかもユニクロオンリーで。おー、なるほど、うん、まあ、俺が持ってるユニクロで全部コーディネートしてみたいなと思って、いいね、うん、どんな感じになるかなと、うん、そうだね、それを次回の動画でやる、うん、そういうことね、うん、だから今回はこれをセットアップできたのは今回見てもらおう、うんうん、ああ、なるほどね、じゃあちょっとそれを見ていきますか、はい、はい、これセットアップ、おお、どう、デニムオンデニムだ、デニムオンデニム、うん、なんか思ってたより全然いいね、いいでしょ、うん、このGジャンが結構かっこよくない、かっこいいね、ね、うん、丈感とかが全然いいでしょ、うん、結構長めじゃん、そう、 G ジャンにしては、うん、まあ、これで俺179cmで XL サイズなんだけど、うんうんうん、うボタン閉めたらこんな感じ、ほんとだ、ね、袖はねちょっと長めだね、うん、作りとしてはこういう感じ、うん、思ってたより全然いい、いいでしょ、はい、正直デニムオンデニムマジかサクってなってたけど疑ってる、うん、お前マジかよ、うん、そう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 、全然かっこいいね、いいでしょ、うん、で、まあ、中にちょっとだけ色入れて、はいはいはい、ブラウンで、うん、まあ、秋っぽく入れて、うん、そうか、すげえな、ね、ユニクロはすごいな、ユニクロすごいね、うん、3990円で1290円には見えない、見えないね、でこう中の T シャツが1000円とか、う、ね、うん、だからトータルでも、まあ、だから6000円ぐらい、あ、全部で、全部で、うん、7000円ぐらいか、7000円ぐらい、そうだね、服だけはね、うんうんうん、には見えないよね、うん、だからまあこの上は次回の動画で
もうちょっと違うパンツとかそのインナーも変えたりとかしながら、はい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 、ちょっといくつかバリエーションをね、うん、その俺が持ってるユニクロでコーディネートしてみたいなと思ってるから、うんうん、その動画を次回やろうかなと楽しみです、うんうん、思います。了解です。今日は今日は、ユニクロの G ジャン、うん、と、今もう1290円になってる、うん、ユニクロ U の、はい、ワイドテーパードパンツ、ワイドヒットテーパードパンツ、テーパードパンツ、うん、でした。でした、うん、でこれでも秋の準備をしましょうと。はい。